あれ、おー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 、あー赤い敵は出たけど、じゃあ高速、おー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 、もう終わったと思ってた。はい、いつもの時間に楽しさを争点です。今回もですね、封印にゃんこと19回からです。ですね、19、いやー何が出るのかなーって思ったんですけど、まあ天使出て、メタル出て、浮いてる敵も出て、エイリアンも出て、ゾンビも出て、そういえば赤い敵あんまり出てきてないなーということで、赤い敵が出るのではないかっていう予想で、まあ一応行こうかなと思います。編成はですね、これですね。とりあえず赤い敵なんだったら、まあマキシマム、そっからまあマキンシですね。でネコアップル、まあネコアップルいたらもう終わりみたいなもんだと思うんですけど、でそっからまあ赤い敵、なんか微妙なんですけど、とりあえずまあもうほぼね全属性に対応できるようなキャラなんですけど、まあアマテラスとアルマゲドンで、そっからまあ迷ったらボルボンバー入れようかなって感じで、まあこの編成でいこうかなと思います。よし、さあ赤い敵が出るのかな。はい、ゴー。さあどんなやつが出るのか。カピバラとか、おっと天使、え、なんでまた天使。おお、なんかいきなりスレープニールはちょっとあれだな。てか、あれ、これまた天使かな。でも天使出たよね、なんか天使注意報ですとか、あのこう看板どんどん持ってきてたじゃんか。なんか属性、いろんな属性が出るとか、いやなんか天使しか出ないんだけど、天使出てきてからまた別の属性的な、そんなやつ。そんなの。でも魔剣士がね、実はあの本能でなんかあの天使でも超ダメージを解放してるからね。まあまあマキシマムがいるんだけど、ちょっとマキシマムじゃない、魔剣士か。ちょっとさ、本当にスレープニール、そんなさ、なんか軽々しく出すよね。そんな、スレーブニールほんと厄介だからね。ちょっと困るな。どうする。アマテラスはスレーブニールに射程勝ってるの、そもそも。いや、まあ勝ってると信じて出すけど、勝ってるよね、さすがに。あ、多分勝ってるね。距離感的にいけてそう。いや、結構あれだな、突破力えげつないな。はい、超ダメージだからね、アマテラスなんだかんだ言って。アマテラスの攻撃どれぐらいなんだろう。いやー、ちょっと、いやー、どうなんだろう。無理だよね。さすがにアルマゲドンは射程巻きてるよね。だったら、ボルボンバーかな。ボルボンバーは勝ってるはずだから。いや、ほんと、ぶっ飛ばすのもやばいわ、こいつ。よしよし、いいよいいよ。もう倒しちゃって、倒しちゃって。っていうか、そういえば、あれだね。スレープニールと天使ワンコ以外出てこないんだけど、なんでだ。白殴ったら出る感じか。とりあえず倒して、さあ何が出る。今のところ赤い敵は一切出てきてないんだが、さあ何が出る。はい、あれ、おー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 、あ、赤い敵は出たけど、赤い敵は出たけれども、ちょっと予想外、ちょっと予想外だな。なんだなんだなんだ、そんな属性をフレーバーしなくていいですよ。ちょっと混ぜないで。メタルが地味に厄介。いや、メタルワンコが地味にいい出汁を、いい味を出してんな、お前。いやー、イノシシちょっと止まってほしい。あれ、イノシシ止まってほしい。一応、アップル出したんだけど、なんかアップルが機能してない。アップルが機能してないよ。よし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 。いや、なんだかんだ、やっぱり赤い時は出たね。なんか、対応してないエイリアンと天使がなんかセットで、おまけできたけど、よし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 。あとはまあ、カオルくんだけかな。エイリアンカオルくん。名前わかんないけど。まあまあ、こいつだけならいけるでしょ。まあ、19回も全然クリアできたね。よーかったー。よしよしよし。いやもう本当に、何回から絶望するんだろう。何回ぐらいからもう無理だなーってなるのかな。あれ、何回か。おー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 、赤い敵は出たけど。めっちゃ高速、おーおーおー、もう終わったと思ってた。危な、あはは、危な、もう、スマホ置こうとしてたわ。
あぶねあぶねあぶね、なんか雑に壁出ししててよかった。おや、まさか、ああ、なるほどね、二重構造ね。黒い敵も出るのか。いや、ちょっとこのさ、メタルバンクが地味にうざいんよね。微妙にいい味を出してる。いい味が出てるね、あんた。ちょっと、よし、まあ、とりあえず、ブンブン先生はなんとかなる。ブラックブンブンはなんとかなるけれども。あ、でも逆にね、逆にメタルがいるおかげで、前に進みすぎないから、黒沢監督の攻撃が当たってないっていう点では、まあ、別にメタルバンクも逆にありがたいかもね。実は逆にありがたいかも。ちょっと、きついね。まあでもそんな、いやー、ちょっとその距離は黒沢監督当たるんじゃないか、攻撃。怪しいな。ちょっと微妙。当たる可能性がある。でも、倒せるか。その前に倒しちゃってもいいんだが。よしよしよし。メタルワンコ、有限切れしたな。あいつ無限枠じゃないな。ちょっと今攻撃溜めてるな。いやー、でもさすがに、きついか。いやー、耐えてほしい。耐えるね。いや、まさか、アマテラスも耐えるとは思わなかった。ボルゾンバーはさすがに耐えてくれるだろうと思ったんだが、アマテラスも耐えるのか。黒沢監督そんなにえげつない強化されてないね。お、2回耐えるじゃん。いいね。優秀だよ。なんか、ブラックブンブン結構耐えるんだけど。早くやられてくんない？もういいよ。はい、やられて。はい、あれ、当たってないね。よし、あれ、いけ。はい、ちょっと、早くやられてよ。はい、よしよしよし。いやー、まあ、この攻撃は、ニャンゴホール止まっていいかな。で、こっからもう殴りましょう。はい、殴って。はい、殴っちゃって、もう、倒しちゃっていいよ。倒しちゃって。こいつボス指定か。させないで。あ、ニャンゴホールがちょっと、無駄になった。マジか。あ、でも、ボルボンバー耐えるね。ボルボンバー耐えるね。これでクリアかな。いやーもう、危な。急に、あんなん出てきたら、ちょっとね、心臓に悪いね。いや、壁出しもせずに、もうそのまま完全に放置してたら、あ、やばかったね。ちょっと負けてたかも。とりあえずクリアですね。20回か、次。20回何が出るんだろう。もう全然わかんないな、もうちょっと。ちょっと全然わからないが。いや、どんな編成組もうかな。とりあえず19回クリアですね。お、紫マツダビ3つ。ありがたいね。さあ、20回。こっからですね、ちょっと編成を考えます。はい、編成こんな感じにしました。とりあえず20回どんな敵が出るのかもう全くわからないので、まあ、とりあえず何が出てきても、まあ、ギリギリなんとかなる可能性があるように、まあ、だいたいボルボンバー。で、そっからデイダラトゲランですね。デイダラトゲランはとりあえず攻撃力が高いので、まあ、なんとかなるかなと。で、全属性、とりあえず、えげつない攻撃力を与える、アルマゲドン。で、からネコムート。で、まあ、迷ったんですけど、向き足と、まあ、超特急入れといて、まあ、壁4枚積んで、勝てるでしょうかねって感じですね。20回から、マジでもうむずいからね。もう、マジむずいからね、本当に。おっ、統率力が。はい、回復しました。では、20回行きましょう。はい、ゴー！勝てるかな、勝ちたいな。何出るんだろう、20回。おっと、なんだ、段差。あー、なるほどね。はい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 。そういう海岸系のやつね。いやー、そうか、白い敵だね、こいつら。あ、じゃあ、あいつ使いたかったな、前の極猫祭で当てた。キャスリーを使いたかったで、キャスリー違う、ダルターニャだ。黒ダルターニャを使いたかったんだが、まあまあ仕方ないね。まあまだね、まだそこまでじゃないでしょう。とりあえず、まあここならデイダラでしょう。デイダラを出したいんだが、この、なんだっけ、この、あのサンバのやつ、名前わかんない。サンバのやつは、全然強いね。結構強くない？こいつ、しかもぶっ飛ばし能力ついてんな。ぶっ飛ばしはちょっと良くないな。あと
あのダンサーの射程はどれぐらいなのかがまだ未知数なのがちょっと怖い。いやーどうなんだ、むき足より長いのか。むき足よりはさすがに短くなってるかな。いやどうなんだろう。しかも壁一撃だね、多分あのダンサー。おそらく壁はワンパンのやつだね。まあデイダラ行くか。いやーどうしよう、攻撃を食らわせるかどうかが迷う。ちょっとね、あのダンサーの攻撃は絶対受けちゃダメだから。いやーどうなんだ、あのサンバのやつの攻撃どれか一個ちょっとチクってやってくんないかな。結構強いのかな、あのダンスのやつも。いやー厳しいな、さすがにちょっと危険だな。どうせこいつら倒してまたエグいのがドーンって出てきた時に食らうでしょ攻撃多分。いやーおーなんだなんだなんだ、相撲が出てきたぞ。でも倒した瞬間に出てきたな。こいつあれだな、出撃制限だな、このステージ。はい。いやー強いね、全然びくともしねえ。とりあえずボルボンバーを出したいんだが、おーなんだこのパンチングマシンを持ってさ、おーおーおー、壁破壊はお手の物みたいな感じで出てきやがったな。まあでも、いやーどうなんだろう。よし、いいね。でも、さっきのは、あの、ダンサーの攻撃を食らったのかデイダラは。なんか、ちょっと攻撃力が低いやつを食らったことに、ちょっとあの、かけてるけど。よっしゃー、15万ぐらいからね、これで。はい、強い。でも、ダンサーはやっぱりビクともしない。でもこれあれだな、アルマゲドン攻撃できなくね、属性持ってないよね絶対。こんなん属性持ってないよね。いやーしかもダンサーもいるから、おそらくネコムートもそんなに活躍しそうにない。いやーちょっと厳しいな、あの2枠腐ってんな、これはこの編成では。まあどれだけデイダラが頑張ってくれるかだな、これは。ちょっと長くなり、おいおいデイダラ、マジかマジか、意外と詰められてんのか。なんだあの一輪車のやつは。よしよしよし。よしよしよし。いいよ。今ヒットバックしたね、ダンサー。この距離なら覚醒ムートいけるかな。まあでも可能性があるから出すけど。覚醒ムート、はい。いや、まだいけるだろ。おお、耐えた耐えた。耐えた耐えた。おお、いいね。耐えてるね。ああ、頑張ったんじゃない結構。なんか一回攻撃して即倒されて終わりかなと思ってたけど。4回ぐらい攻撃してくれた。結構嬉しい。いいね。かなり勝てる。おっと、デイダラがヒットバックしたんだが、もう1体再生産できそう。デイダラ行け !15 万ぐらいのアタックだからね。2体目登場。これはいけるか。ダンサーでも、でもダンサーね、結構攻撃当たってるからね。こいつ、体力まあまああるな。100万超えてんな、普通に。余裕で100万いってんな、これは。はい。おー、耐えるね。マジ?耐えるね。なんでそんなに高耐久なの?ね。いや、もう一体のデイダラがついたね。はい。ドン。もう一体の方のデイダラもダメージ食らってほしいんだけれども、そしたらね、あの、初めに出した方が多分死んじゃうからね。まあ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 、攻撃食らわんでもいいかなって感じだな。いけ!はい!よし!でもまだ耐えんの、ダンサー。お前耐えすぎじゃない?さすがに。体力どんだけあんの ?200 万とかないよね。さすがにそれはないよね。せめて150万台であってほしい。せめて。200万とかあんのかな?どうなんだろう。当たってないな、これはダンサーに。ネコムートが出せる。出すか?ネコムート。ダンサーの攻撃一撃で猫ムートやられるかな。賭けだな。ちょっとダンサーにぶつけたいな、どうせなら。よし、おうおう、めっちゃ耐えるじゃねえかこいつ。ああならいいわ、この取り巻きを倒すように使う。はい、強い。食らわないでしょ。よし、おこの距離はどうなんだ、ダンサー食らうのか。あー食らうな、でも一発じゃない。ダンサーの攻撃は一撃でムートを倒すほどの攻撃力ではない。ちょうど9。いやでも結構殴って、おっと、ボルボンバー出せるじゃん。そろそろ、ダンサーそろそろ限界なんじゃない?
そろそろ限界なんじゃないですか。はい。はい。よし。よしよしよし。デイダラやっぱ強いね。もうさすが、でもデイダラの攻撃力何回も当ててんのにね。結構耐えたからね。もしかしたらあいつ結構いい体力してたんかもね。いやー、あとはこのおにぎりとかのパンチングマシンのやつを蹴散らすだけだね。でももう出ないでしょ。さすがに。なんかボス級のやつはさすがにもう出ないでしょ。なら、大丈夫かな。うん、もういいかな。これで20回も無事クリアですね。いやー、よかったよかった。まだ20回ではまだ絶望しないね。25回の間に絶望する回が何個出てくるのかな。でも25回の間でそろそろ無理かもね。いやー、女性ってね、1000人まで行きたいんだよな。1000人クリアまで行けるかな。とりあえずクリアですね。お、レアチケット1枚。ありがたいね。はい。では次は21階から。ちょっとコンティニュー不可なんですけど、嫌な感じ。嫌な感じだわ。はい。では今回はこれぐらいで終わろうかなと思います。他の動画も上がってますので、よければぜひご覧ください。ではご視聴ありがとうございました。